そらさ、こんばんくまちゃん、ずちゃん、こんにちくまちゃん、さときくん、まほかちゃんでございます。まほかちゃんでございます。今日もまほかちゃんです。だ先生、こんにちくまちゃん、やっほーやっほーでございます。父ちゃん、久しぶり。お久しぶりです。ブロッコリーさん。お元気？マルコさん、こんばんくまちゃん。こんばんくまちゃんでございます。あ、ピピピピって言ってる。ほうさん、フルキラ、ありがとうございます。あ、なんか今日、声割といいかもしれない。治ってきてる証拠ですな、これは。昨日夜やばーってなってたけど、割と割といい。さあ先生、ハートありがとうございます。そろそろ推しに会いに行かんとあかんなーって。いつでもこちらは会う準備ができてますよ。今日もかわいいお写真。かわいいですか？やったん。ありがとうございます。昨日さ、ストーリーでさ、ボブのさ写真を載せたんですよ。この間載せるって言って載せれてなかったからね、載せたんですけど、どっちが好きっていうのをやったらさ、圧倒的にさ7対3ぐらいで圧倒的にロングだった。できてるなら今日ドロップさんに会いに行くわ。あれはできて会う準備ができてないと思ったよ。待っております。さんハートありがとうございます。さ、7月過ぎまで大阪に行けない。ありゃ、来週とか言ってたけど来れなくなっちゃったのね。ありゃありゃ、1ヶ月ぐらいの辛抱かな。こちらは大阪で待っております。あ、でも6、7はね、いないからね。チカパサイ、あ、19時だよね、チケ発ありますのでね、よろしくお願いします。仕事中ってパラありがとうございます。マールちゃんさんもありがとうございます。流れ星もありがとうございます。ちなみに今日って終演後なん？それはね、私も思っております。なんか
書いてなかったよねと思って。あと出演者さん減ってるから、減ってるよね。ちょっとお時間かね、15分だけ遅くなってたのでね。そう、どっちなんだろうっていう感じですね。19時ってライブ中やん。そうなんだよね。そう、ライブ見て見に来てくださる方はね、あのライブ真っただ中なんですけど、そうなのよ。書いてが変わってかぶってしまった。おばさんのリリーベ終わりに続けたら行こうかしら。ありゃ会えるかも説。ロッカーさんこんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんでございます。行こうやろうってトップ話、さすがにね、そうだとは思っている。だってね、あとにさ4組ぐらいいるもんね。だから並行なのかなとは思っております。なんか5組だったら絶妙よな。なんかね、4組とかだったら並行、並行じゃない、主演後とかだったら割とあったりするけど、4組、あ、5組か、5組なのはね、ちょっと絶妙な感じですな、うん、アンシアさん、初褒めありがとうございました。クイリン、あ、くまちゃん、おしみちくれた、こんにちは、くまちゃん、どれかでも一つ押してくれてありがとうです。そう、でどれでも押して、どの時間でも間違いではないと思っている。ちょっと謎理論。19時に終わって9時まで待機とかって、確かに2時間ぐらい空いちゃうとね、やば、押してきた。マシアさんこんにちはって、初見さんありがとうございます。ジョージさんもこんにちはって、ひろゆきさん、おはくまちゃん、コメントありがとうございます。大阪でね活動しているアイドルグループファンシーっていうグループのくまちゃんです。よかったら SNS のフォローもお待ちしております。ショールームもね、毎日いろんな時間にしていると思う、してるのでね、ぜひフォローお待ちしております。今週はちょっとこの時間がね、にやる、やろうと思って、やることが多くて。でも明日も、早めだと思う。ですけど、夜とかもね、やってるので。メンバーは見れへんかもいいけど、主演後ならワンチャンって。どうなんだろうね、ちょっと確認して。終演後だったらツイートするね。でも多分並行と思っといた方がいいかなっていうところです。じゃあ多分ちょっと前にチキン取ってもらったことあります。
わ、ありがとうございます。嬉しい。ショールームをね、見に来てくれてありがとうです。ちょっとまたお時間あったらお待ちしております。展開のために一般入場を1000円出すなら次回に引き1枚増やす派って。あれあれ、ちょっとついちゃった、ついちゃった。なるほどね、確かに。そうか、1枚増やせる方がいいもんな。皆さんいろいろね、お仕事とかね、いろんな兼ね合いの中からいつもいつも会いに来てくれてありがとうございます。嬉しい限り。ワッキーさん、こんばんくまちゃん。こんばんくまちゃんです。ありがとう。靴飯花瓶に入ったお花、これはさ、何のお花なんだろうね。今ってさ、今の時期のさ、お花かな。パパス CD 今日予約する分3人みんなにあげる。わーい、ありがとうございます。ちょっとどんな感じなのか気になる、気になるです。家に会えなさすぎて全ての感情を超えて悟りを開いてるけど、会える距離を探してます。確かに全然会えてない。だけどね、ちょっといつでも待ってるので、待っております。こちらはでもこうしてね、ショールームとか、あとはツイッターとかね、ありがとうの気持ちです。アローさん、こんばんくまちゃん。こんばんくまちゃんでございます。でも今日なんかちょっと声の調子がいい気がして嬉しい。昨日夜がさ、めっちゃさ、咳がさ止まんなくってさ、困ったと思ってたの。だけど寝て起きたらいい感じになってるので、やったね。そろそろ治るかな。でも好きやなかったら配信も来ないから、ファンシーのお願いさせてね。もちろんでございます。ありがとうって。ライブ続くからね。そうなんよね、あの11日までね続くので、土日は2本ずつ
あるんですけどね。そう。でもさ、ライブ続きながらさ、治ったらさ、治ったらさ、すごいな。何度使ってるけどさ、治ったぞってなる。なかなか悩む暇がない。あ、違う、休む暇がない。確かに昼間はいいけど、結局さ、ライブしたらさ、ねっていうパターンかな。結構昨日もそうだった、正直。と思って。最近読むこと多くて癒しはしてました。じゃあ、あ、やばい、いっぱいいっぱい SNS 見てね。おかえり、配信来てね。そう、そしたら癒されるでしょ。ワンワンと言ってる。元気なワンちゃんがいる。ワン。ワン。ライブたくさんで疲れてないか心配。は、心配ありがとうです。元気だよ、もぎょん、あの、お元気です。でもね、あのね、あれだよ、まあ、喉の調子が悪いから元気と言っていいのか分からんけど。そう、仕事を片付けれるかチャレンジしてきます。またね、頑張ってね。ありがとうございました。お母さん、そういえば YouTube 見たよって、可愛かった。あ、 YouTube 見てくれました。実は今日上がってるんです。まだ告知ができてなかった。そう、 YouTube もね、あの、週に投稿してるので見てください。みなさん、結構もうさ、いっぱい上がったんじゃない。いろんなのを上げてるので、皆さん見てください。ファッシーの TikTok フォローしてるけど、見るときで終わってるって。ちょっとお時間あったらね、フォロー、あの、お時間、いいねとかシェアとか、ぜひともぜひともしてくれたら嬉しいなーです。でもいっぱい目さんはね、見るものあるよな、そう考えたら。ってなっちゃう。なんですけどね、いっぱいいっぱい見て、いいねして拡散してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、そろそろランキングを読もうかと思います。でね、はい、13位はリヒトさん、ありがとうございます。12位ロッカーさん、ありがとうございます。
ございます。チーチーはマシアさん、ありがとうございます。チーはアロさん、ありがとうございます。キュエがマルコさん、ありがとうございます。8位ブッシーさん、ありがとうございます。7位クリリン、ありがとうございます。6位はアンニョンさん、ありがとうございます。5位はカズニャン、ありがとうございます。4位はドラ先生、ありがとうございます。3位はソロさん、ありがとうございます。2位がワッキーさん、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということで皆さんね、今日も聞いてくださりありがとうございました。今月誕生日の日にライブあるのに物理的に会いに行けない。わあ、誕生日お会いしたかった。また次会った時お誕生日お会いさせてね。つくまちゃんありがとう。こちらこそありがとうございました。ではでは。またね、ありがとうございました。